人民法廷にかけられる、ユリウス・レーバー。ユリウス・レーバーは、帝国時代からナチス時代にかけてのドイツの政治家。ドイツ社会民主党所属。1944年7月20日のヒトラー暗殺未遂事件に関与し、ローラント・フライスラーの人民法廷にかけられ、公主刑に処された。ドイツ帝国直轄州エルザス・ロートリンゲンのビースハイム出身。母は、 カテリーナ・シューベッツァー。正規の婚姻関係にない母の夫ジャン・レイバーの養子となる。ブライザー派で中等教育まで受け、1910年から上級実家学校へ通う。家庭教師などをして働きながらの苦学であった。1913年にアビトゥーアに合格し、アルベルト・ルートビヒ大学フライブルクに入学した。同年、ドイツ社会民主党に入党した。 1914年に第一次世界大戦が始まると、志願してドイツ軍に入隊。二度負傷し、勝位まで昇進した。戦後もドイツ国防軍に残留し、東部の国境部隊に属していた。1920年に、君主主義者やドイツ義勇軍がカップ一機を起こすと、レーバーはバイマル共和国側で参加し、一機の鎮圧に当たった。しかしこの事件を機に、 軍部の一気に協力する態度に失望して、軍を離れた。その後、学業に戻り、フライブルク大学から博士号を授与された。1921年に、社民党の機関士、ルベッカー・ウォックスベットの編集長となる。1921年から1933年に、かけて、リューベックの市議会議員となる。1924年からは、国会議員となる。 1933年に社民党の政敵の国家社会主義ドイツ労働者党党首アドルフ・ヒトラーが首相に就任すると逮捕され1937年までオランニエンブルク強制収容所に収容された。釈放後にはベルリンのシェーネ・ベルクで石炭販売業者として働いた。しかし裏ではハンナチ運動を諦めておらずグスタフ・ダーレンドルフや エルンスト・フォン・ハルナック、ルート・ビッシュ・バンプなどに支持されてレジスタンスグループのリーダーであった。1940年から軍の中のハンナチ派とも接触を図るようになり、参謀大佐、クラウス・フォン・シュタウフェンベルク伯爵とも面識を持った。ヘルムート・イエームス・フォン、モルトケ伯爵を中心としたクライザウ・サークルやカール・ゲル・デラーとも接触を持った。レーバーを含めて、 これらの人々はやがて、フォンシュタウフェンベルク大佐を中心とした反乱計画グループとなる。フォンシュタウフェンベルクが起こす予定のヒトラー暗殺、また暗殺後のクーデター後に、レーバーはドイツ内相に就任する予定だった。しかし1944年7月5日、レーバーはゲシュタポによって逮捕された。1944年10月、アドルフライヒバイとにローラント・フライスラーの 人民法廷にかけられ死刑判決を受けた。1945年1月5日、ベルリンのプレッツェン税刑務所で公主刑に処された。戦後、ベルリンシェーネベルクに架か,かる橋にユリウス・レーバーの名前が付けられた。橋には記念碑もついており、そこにはユリウス・レーバーは1933年までドイツ国会議員を務めた。 彼は自由と正義のためにその命を捧げた。と書かれている。ありがとうございます。